こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりましたラーメンの替え玉限界おかわりにチャレンジしてみようのコーナーでございます。というわけで今日は東武東上線駅徒歩1分のところにございます宮本商店さんにお邪魔しておりまして、このお店がなんとオープン1周年記念でございまして、なんと今日100円で替え玉し放題というお客様感謝デーなのでございます。というわけでいっぱい替え玉しようと思うんですけれども、一緒にチャレンジしてくれるのはこいつらだ。どうもマスカタさんと竹花リベンジさん、はい、2人でもねラーメン大好きですよ、ね、大好きですよ、はい、僕昨日ハイジさんに、はい、このロケ参加するって言ったのも、うん、ラーメン食べてる最中でしたからね。そうですよねいろんなメニューがあるんですけれども、やっぱおかわりするには具必要だからね。いや、そうですね、はい、特製いっちゃいましょうか。これで何回も具残しながらおかわりっていうパターンですね。いいですか、はい、ただ、ハイジさんと唐揚げラーメンセットにも惹かれるんですけどね。そうなんだよ、ただ今日はわけわかんないことになるからもう通常これもちょっとね、いいんですけどね。めちゃくちゃ行きたいけど、ちょっと我慢だよ。じゃあこれお願いします。ああ、ありがとうございます。麺の硬さいかがですか。まずは、型から。まず最初型、はい、麺の硬さのバリエーションすごいですね。矢は通常、型、バリ型、針金な生って僕初めて聞きましたけど、これはもう茹でずにそのまま入れてくれるっていう。一応茹で麺っていう中で10秒は10秒。ああ、すみません。うまそうですよ。この時点で一杯で大満足できるくらい、なんかボリューミーでね、具沢山ですもんね。はい、あー、おいしそう。いただきます。うまいよ。うまいですね。これ俺いけると思う。俺まずは具食べないで食べるから、一杯目は竹花さんの頼んだネギラーメンのネギめちゃくちゃ乗ってますね。いや、めっちゃ乗ってますね、はい、それいいと思う俺グー食べないと言いつつもちょっとキクラゲが絡んでくるから、これはもうしょうがないよね。これはもう食べちゃおう。替え玉お願いします。はい、次、針金でお願いします。針金、あー、針金いきます、うん、はい、ザザッと針金。うわ、うん、プツプツ切ってる感じが美味しいんだよな、うん、なんかこの食感が、うん、うまい。ではここでチャーシューを1枚使っちゃいましょうかね。うまそうだ。あー、はいはい、あ、あ、はい、もう間違いないやつ。肉はとろける系だ。うまい。僕も替え玉お願いします。はい、逆に通常でお願いします。わかりました。はい、来ました。さあ、高菜でスープの味をちょっとね濃くしてみるという作戦に出ましょう。こんなもんですかね替え玉お願いします。はい、次に生でお願いします。生で、はい、具は結構私残しております。えらいでしょ、はい、これが生でございます。こんな感じなの、はい、すごいね。明らかに小麦粉感がすごい出てる。ここで煮卵を一回潰してみましょうか。この感じでございます。これ肉もいきたいな、うん、やっぱ具材一緒に食うとうまいな、改めて、うん、この状態で替え玉3回分完食しまして、やっぱ当たり前ですけどお腹いっぱいにはなりましたね。現在僕がこれで、マスカタさんも同じ、全く同じで、もう竹花さんがもうあの状態でまだまだ行こうとしてるんで、もう記録見たことあるんですか。一応今のところ当店が6玉待ちされた方がいる。6玉、お、もう1杯入れていただいて、その次行ったら新居。わー、他にもトータル4玉に仕上がられてるんで。ですよね。でも乾麺の状態できっちり 100g あるんですよ。確かに食べやすいですよね。あ、ありがとうございます。そんなにギトギトしてないっていうのがでかいと思う。替え玉お願いします。え、僕と同じところでやめるって言ったじゃないですか。喋ってたら食いたくなっちゃったじゃあ、バリカタで、はい、あとチャーシューもトッピング追加できますか。見て、替え玉の上にチャーシュー乗ってんの、めちゃくちゃうまそうじゃん。はい、というわけで替え玉4食分完食でございます。4、3で、竹田さんが今お店の記録に挑戦している状態でございます。記録つかれたかどうかは竹花さんのチャンネルでご確認ください。ありがとうございます。よろしくお願いします。